こんにちは、こんばんは、4Lです。スープラ RZ の国内向けの車の馬力がどのくらいあるかっていうのも興味あるんですけども、コロナウイルスで身動きが取れなくなってしまったので、それはまた落ち着いてから検証したいと思います。ただね、一つちょっと気になることがあります。国内向けの RZ の最高速ってね、実際どのくらい出るんでしょうね。以前スープラの速度の警告を何キロから警告始めるのかっていうのを設定をした時にね、上限が260キロだったんですよね。だから多分260キロまで出るんだろうなというのは想像してました。どうやらですね、 EU モデルもアメリカモデルもほぼね263キロでリミッターに当たるみたいです。でね、どなたかがやってたんですけども、 GPS で速度測って、ね、259キロだったみたいですね。 GPS だから263メーター読みでね、時に259キロの GPS のスピードメーターが表示されてたみたいですね。おおむねね260キロでリミッターが当たるという感じですね。国内仕様もどうもね、信用できる情報筋からいただいたお話だと、メーター読みで263キロまでね出るよっていうことでした。国内で試すには、まあ、260キロオーバーですから、ね、富士スペードウェイに車持っていくとか、あとはね、あの矢田部、昔の矢田部、300キロチャレンジとかやってましたよね。今矢田部引っ越したのでしたかね。そういったところで260キロ以上のスピードを楽しまれたらいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。こんな動画ですが、また次回よろしくお願いいたします。さようなら。